杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。皆さんこんばんは、小野健翔です。美と健康の両面からあなたの生活にビビビッと刺激を与えるラジオ番組、今回も始まりました。はい、ということで10月25日金曜日ですね。どうですか、なんかようやくちょっと肌寒くなってきたんじゃないですかね。ただこう涼しくなってくるこの寒暖差でね、ちょっと体調崩される方とかね、多いと思いますので、皆さんぜひね気をつけて、はい、過ごしていただけたらなと思います。まあ、そして私事ではありますが、私事でありますし、かなり時間が経ってしまって申し訳ないんですけども、無事にねバースデーイベントも、終えまして、もう本当にもうたくさんの方から祝ってもらえて本当にありがとうございました。でこう紹介できてなかったので、その誕生日関連のねメールとかも紹介できてなかったので、そこら辺もですねこの後お便り読めたらなと思っております。そしてさらに今回はですね、ゲストに浅上洋平くんをお迎えしております。はい、いよいよね放送が始まった青の身風呂についても語っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに、杉薬局の提供でお送りします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。改めまして小野健翔です。ということで、まあ少し時差がねありまして、ようやく誕生日過ぎてからの収録でございまして、誕生日は一人で過ごしました当日というか、まあSNS でねこう祝ってもらった動画を毎年、まあなんかもうなんかちょっと恒例になりつつあるんですけども、動画をね上げてまして、まあそれはもうちょっと前日というか、まあ事前にお祝いしてもらったんですよ。その当日が奥さんがそのライブで地方に行ってるということで、お祝いできないからっていうことで前もってね、イタリア式で今回は、はい、何食べたいって言われて、パスタ食べたいなって言って、でイタリアンに連れてってもらいまして、はい、お祝いしてもらいました。でまあその当日は家で一人で過ごすんですけども、なった瞬間はですねゲームやってましたねはい、いつも通りの一日を過ごしました。多分もう本当に連絡とかね、メールとか LINE とかでもすごいいっぱいおめでとうっていろんな人から祝ってもらえて、とても楽しかったっていうか、まあ、嬉しかったですね。でこうバースデーがありまして、バースデーイベントもありました。12日ですね、はい、バースデーイベントありまして、でもうここでも本当にたくさんの人に祝ってもらえて、で昼夜あったんですけど、昼はね千秋くんがゲストで来てくれて、で千秋がに香水をちょっとプレゼントしてもらってとか、でその香水がねなんかすごい大人な香りがしましてね、かなりこうダンディーになれるんじゃないかなと、はい、この匂いをまとって35歳はまあちょっとエッチな男性言い方セクシーな男性にねを目指していきたいなと思いますし、で夜は光太郎が、はい、来てくれて、あ本当に光太郎は面白いね。あもう、あそんなメールも来てますか。はい、ということで紹介しますね。サメさんからいただきました、ありがとうございます。健翔さんこんばんは。こんばんは、先日行われた35歳のバースデーイベントに、両部とも参加させていただきました、ありがとうございます。普段はなかなか聞けないようなお話から、それぞれの部のゲストの皆さんとのお話や絡みが、見れてすごく嬉しかったです。特に印象に残ったのは光太郎さんからの声が優勝小野健翔という上りのプレゼントが最高すぎて笑ってしまいました。最後に健翔さんから、特典を受け取った際に目を合わせてお話しいただけて、もう心打ち抜かれました、ありがとうございます。長文になってしまいましたが、健翔さんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。PS 光太郎さんからの、上りのプレゼントをリビングに飾るとおっしゃっていましたが、その後どうなったか教えていただきたいですと、ありがとうございます。そう、光太郎からのねプレゼントがまさかの上りでね、ラーメン屋とかのさ
あの上りって出てるじゃないですか、道路のところに。あれラーメンって書いてある上りとかあるじゃないですか。あれに小野賢章って書いてある上りと、あの上りを指すあの土台みたいなのとをプレゼントでもらいまして、しかもでけえのめっちゃすんごい大きくて、いやでもこんなプレゼントもらったことないし、なんか衝撃的だし、なんかいろいろ使えるなと思ってすごい嬉しかったんですけど、まああのプレゼントどうしたかっていうと、とりあえず事務所で保管してますはい、なぜかっていうと、なんかまたねいろんなイベントあると思うんですよ今後。その時にちゃんと持ち出して、そうあれをステージ上に持って出ていきたいなっていう思いがありまして、うん、あれはねちょっと一旦事務所で保管します。はい、ありがとう本当に。でもね他にもねいろんな方からメッセージもらって、あのお祝いコメントのビデオメッセージみたいなのいただいたんですよ。で昼の部がスパイファミリーに出てる皆さんからので、夜の部がですね結構その他のなんか声優さんじゃないところの方が多くてですね、まあ本当にスノーマンのね佐久間くんだったりとか、あとはキスマイフットのですね宮田くんだったりとか、あとかなかなからね VTuber の二次三次のかなえくんからもらったりとか、本当にバラエティに富んでて、あなんかいろんな人とこうまあつながりだったりとかお仕事させてもらってるんだなっていうのを改めて思いましたね。はい、そう最後にそのポストカードをありがとうございましたって皆さんに渡したんですけど、まあその時に結構やっぱりすごい近い距離でね直接おめでとうございますって言ってもらえたのが、まあとても嬉しくて、またここから1年間頑張ろうっていうパワーをもいただけました。本当に皆さん本当ありがとうございました。うん、次郎さんからいただきましたありがとうございます。賢章さんこんばんは。ビビビ、先日賢章さんのバースデーイベント昼夜に参加さし昼夜参加させていただきましてありがとうございます。みんなで一緒に賢章さんのお誕生日をお祝いできてとても幸せな時間でした。そして突然ですが賢章さんとビビビにご報告です。お、何ですか。私は以前好きなアイドルになりきってダイエットを行うことを、日々のワンポイントとしてご紹介していただきました。あー、はい、あの方ですね。そのダイエットの目標として賢章さんのバースデーイベントまでに10キロ痩せることを意気込んでいたのですが、なんと10キロ減量に成功しました。おお、おめでとうございます。今までで一番痩せていますと。賢章さんがこの美と健康に関するラジオ番組をしていなかったら、まずダイエットをしようという気にもならなかったし、続けられていなかったと思います。ビビビに感謝です。いや、よかった、よかったよ。ためになってますね。俺の話はなってないかもしれないけど皆さんからのねワンポイントメールとかがやっぱりその情報共有としてこの場でね情報共有されて、それを聞いて、あいいかもっつってねやっていただけたらそれが一番いいですよ。でもこうやってねいろんなことをきっかけに、うん、なんか変化できるっていうのは嬉しいことですよね。うん、ありがとうございます。はい、ということで改めてねお祝いしてくださった皆さん本当ありがとうございました。この後はいよいよ皆さんお待たせしました、あざかみくんの登場です。 FM916AM1134 文化放送からお届け中、杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビビビビ。はい、ここからはゲストと一緒にお届けしていきます。ご挨拶お願いします。はい、皆さんビビビ、あざかみ洋平です。どうも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませなんですね。そうなんです、そういうコンセプトで。まあそういうコンセプトかわからんけどもまあよくようこそいらっしゃいました。いやいや、どうもどうも。ビビビの世界へ。いや嬉しいですよ。ということで、はいはい、まああざかみくん来ていただきましたけども、まあ現場は最近多いよね。なんか多いのかわかんないけど、いや続いてる感じがここ数年ありますよね。そうね、うん、よくお会いするのでありがたいんですよ。なんかなんとなく最初のそのに認識したというかはあれかな、やっぱラブ
オールプレイ。オールプレイ。はいはいはい、バドミントンのアニメで、うん、そうそう、多分がっつりご一緒したのはそれが初めてでしたよね。そこで、あの花井くんとかと一緒に、そう、あのサウナ、ね、サウナに行ってね、行ったりとかして、はいはい、やっぱ楽しかった、ね、裸になるべきですよね。いやーね、裸の付き合いよな、やっぱな。そうね、やっぱ魂のこう鼓動とね。なんかだから、その俺最初の一番初めまして、現場で初めましての人と、うん、サウナ行くなんてなかったから、うん、今まで。まあなかなかないですね。なかなかないよ。そうそうそう。そうだから、アジーが初かな。なんか距離の縮まり方はめっちゃ早かった。うん、早かった気がします。うん、さあそうなんですけども、うん、この番組は美と健康がテーマなんですよ。あのアジー的にはこう普段なんか気を使ってることというか、はいはい、まあ健康面、そうね、まあとかありますか。今年は ね、まあ、今年はね、体作ってたもんね。いやもう今年1年がもう僕だから20歳超えてから一番健康なのかもしれないですね、この1年は。体作りがね、そう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 、夏にもう脱いじゃってね、なっちゃいまして、何かで目覚めかけるという。いや、目覚めはしなかった。危なかった。危なかったですね。だってそのライブで、うん、あのありがたいことに、その女性のキャーっていうこの黄色い声援、うん、これはね浴びたことがあるんですよ。まあね、ありがたいことにそういうコンテンツもね、うん、やらせていただいてるんで、うんうん、はいはい、ただ男の、うん、おーっていう声は聞いたことがなかったもんですから、はいはい、そう、もう、あれすごい、何万人だ、埼玉スーパーアリーナなんて2万人ぐらいの、うわーっていう声を浴びて、うん、ちょっとそれは嬉しかったですね。今まで感じたことがないエクスタシー、エクスタシーを感じて、その流れのまま、うん、あの奥さんにバトンタッチさせとりは。そうなんだよ、もううちの奥さんもさ、なんか前日か前々日になんかその話題になってさ、脱いだ後に出るんだよねって言って、しょうがないでしょ。そうそう、まあまあそんなこともあって、やっぱりこう体、はいはい、体調、ご飯とかも特にそう気にしてましたし、はいはいはい、週3ぐらいで筋トレはしてましたしね。なるほどね、いや本当にだからさ、のちょっと断られまくってね、俺はご飯を、アジーに。しょうがないじゃん、この期間。今年は特になんかラーメンは無理よ、全然さ来てくれなくて、とんかつはもうちょっと無理よ、あジム今週もかよっつって。来たかったっすよ俺だって、もう一食ぐらいなんてことないよっていうことを言ってね。いや本当申し訳ないなって。でもなんかそのメンタル強いなって思った。俺だったらもう絶対流されるもん、もういっかって。確かにね、メンタルも強くなったんですよ。やっぱり体もね、こうね、やっぱり鍛えていく上で、うん、ね、こうパワーとかももちろん考えながら、うん、健康も考えながらやってますけど、うんうん、それ以上にやっぱ心はすごいね、育った気がしますよね。絶対に食わないっていうね、意志の強さみたいなのはついたんで、ある程度のことはもう大丈夫かなって思うようにもなりましたし、いいね、まあ、だからやっぱ健康面はメンタルも強くするってことだよね。そういうことです。筋肉は全てを解決する。出ましたね、はい、朝とかに、ね、うん、眠いなとか思いながらもちゃんと起きて、うん、最近だから僕朝飯ご飯食べなかったんですよ今まで。そんなにで生活してたんですけど、うん、もう今も続けてるのはやっぱり少しでも、うん、エネルギーを体に入れた方がいいっつって、やっぱプロテインと、ね、うん、あとヨーグルトに、まあ、ちょっとこうナッツとかを散りばめたりとかして、そうそうそう、それを食べるようにしてから一日やっぱこう疲れることが少なくなったかもしれない。あ、そう、そう、やっぱ朝ごはん食べた方がいい。食べてください。ほんまでっか。本当ですよ。これ俺の体感。まあそうだよね、実体験だよね。あの YouTube とかで結構いろんなマッチョが言ってた、うん、マッチョが言ってた、朝は絶対食べた方がいい。朝そうだよな、何でもいいからとりあえず入れた方がいい。確かに確かに、うん、続けてください。ちょっとそういう詳しい話はですね、ちょっとアジーには来週もお付き合いいただくんで、うん、はいはい、そこら辺のね詳しい話は聞いていきたいと思います。来週、はい、はい、そしてここからはですね、うん、僕らがあのついに放送が始まったテレビアニメ青の身風呂で共演しているということで、そうですよ、今回も、うん、青の身風呂のお話をちょっとしていきたいなと思います。だから、はい、この青の身風呂で呼んでいただいたっていうのもあって、うん、素じゃ呼んでくれない
そんなことはない。そんなことはない。たまたまよ。ようやく呼んでくれ。たまたま全然。スジャ呼べないっていう。まあ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 、スジャちょっとまだ呼べないかな。待ってて。呼んでよ。こんなに一緒にご飯食べてんじゃないですか。確かに、話すこといっぱいあるからな。そうですよね、まあなんですけども、今回はね、青の身風呂について、はい、ちょっと話していきたいなと思うんですけども、まあ、ついにね第1話が放送されましたということで、皆さんね、見ていただけていますでしょうか。はい、まあ、もう前々回でね、その田中太郎、あの堀江俊君を ね演じる田中太郎についてちょっと、ね、あのキャラクターについては話したんですけども、じゃあ今回はアジーが演じる土方さんについて。そうですね、はい、まあもうちょっといいですか。新選組ね、知ってる人にとってはまあ説明不要なぐらいの、まあもうね、もう有名な、みんな知ってるよね、まあ、習うしね、そう学校で、ね、教科書にやっぱ出てくるじゃないですか、うんうん、でも逆にその史実で存在した人を演じる難しさっていうのももちろんあって、なんでまあ僕もあの大河ドラマ新選組ってちょっと前にやったじゃないですか、ちょっと前、ずいぶん前か、あれをちょっと僕見直して、土方歳三というキャラクターを紐解き、でまあ原作も読ませていただいたんで、それも読み、なんで一からこう本当に土方歳三っていうものをこう自分の中で噛み砕いて作っていったっていうのもあるんですけど、まあ青の身風呂の土方はその身風呂押し組っていうね、まだ新選組が ね、なる前の前身のね、あの土方なんで、いわゆるその鬼の副長と言われてた、怖い、厳しい、あの男っていう感じよりも少しこう柔らかさがまだ残ってるような印象があったので、それは意識して、ね、演じてましたし、何よりこの3人のね子供たちにとってのこの憧れの存在になれるようみたいなのは意識して演じたかなって。なるほどね、そこは意識してやってるんだ、大人という感じで。アジはもうなんか始まってる、始まる前ぐらいからなんかすごい調べたりとかね、実際京都行ったりとかね、そう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 、あと八木家に行ったんだよね。そうなんです、だからこの間の、ね、京マフのイベントの時に、僕も出させてもらいました、空き時間ができたんで、近くに、あ、これもともとその身風呂押し組の、あの豚書にしてた場所があるって、八木邸の方にちょっと足を運ばせていただきまして、そこでもうなんか配管時間みたいなのが過ぎてたんですよね、だから入れなかったんですよ、だ隣に空いてたその和菓子屋さんに入って、こうまあお土産でも買っていくかって思ったら、ポスターもすでに貼ってあって、あ、青の身風呂の、そうそう、それでもう声かけちゃいましたね、土方ですけどって。めちゃくちゃ使ってんじゃん。いや、こんな言い方じゃないけど、土方やらせていただいてるんですってお話ししたら、ちょっと社長って言って、そこの店員さんが呼んでくださって、八木亭のその末裔の方が社長さんいらっしゃって、もうぜひちょっと八木亭、今もう配管時間過ぎてますけど見ててくださいって言って、うわ、中見学させてもらえたんですよ。あ、いいじゃん、はい、ありがたいですよね。ね、俺もなんかお土産でアジーからなんか京都行ってきましたって言って、あの沖田のね、なんか羽織とあの刀のそのなんか なんて言うんだろうね、なんかあの羽織と刀が一緒になってる、なんかこうフィギュアみたいな、小さいフィギュアかな、うん、はい、あれでもね京都じゃないんですよ、あれ会津、あれ会津か、会津に旅行に行った時に、そうだそうだ、やっぱ新選組会津藩のね預かりになるので、会津のそのゆかりの地のお土産があったんで、沖田、これあの他の人近藤とかはなかったんで、これ賢秀さんだけですからねって言って、そう袖の下渡して、それ未だに飾ってます。飾ってくれてんの、そう部屋にいらねえよって言われるのかと思ったんですけど。いや言わないだろ。どこに置くんだよみたいな、よかったよかった、いやよかった、まあちょっとメールも、はい、感想メールがね届いてるんで、はい、ちょっと読んでいきたいと思います。アメさんからいただきました、ありがとうございます。小野さんこんばんは、先日放送された青の身風呂を友達とリアタイしました、登場するキャラクターすべて最高すぎて LINE の履歴がとてもうるさかったです、個人的には後半のニオがとても感動したのですが、途中の手刀を入れる沖田さんも大好きです、使われるか分かりませんが一応 LINE の、履歴をお見せします。今後もお仕事頑張ってくださいということで、ありがとうございます。画像でうわー来てる、来てますね、来た来た、土方さんが笑ってる、待って、微笑み土方スコ、オタクだな、ちゃんと止まる土方氏、土方氏リスペクト、そこに感づく二押しと沖田氏。
いや C やめな。いやでもあのこの作品で時代によると C ってのがちゃんと響く。あ土方氏高身長の後ろにちょこんといるイロハが可愛すぎて無理。それな。それな。いいっすね。いや楽しいじゃん。楽しいですね。嬉しいですね。こういう風に実況してもらっててるんだなって思うとね、盛り上がってますね。おもう一ついきますか。じゃあ、ポン吉さんからいただきましてありがとうございます。ケンショウさん、ゲストのあずかみさん、ビビビビビ、いよいよ青の身風呂の放送がスタートしましたね。アニメ化や出演キャストが発表されてから今か今かと待ちわびていました、うん、ところであずかみさん、おはい、京マフのお食事会では、うん、京都の街を散歩してくると言って、うん、梅田くんと抜け出してラーメンを食べに行ったそうですね。ラーメン美味しかったですか。後から賢章さんにお店の URL を送られたとのことですが、なんで最初から賢章さんも誘ってあげなかったんですか。行きたかったと寂しそうにされてましたよ。その時に梅田くんとどんなやり取りがあって2人で行くことになったかが気になりますと。全部話してんじゃんここで。いや俺はだからシチュー見回り行くぞって言って、いい言い方するね。ちょっとね外の様子を確認してきたんですけど、うん、あいつがついてきたんですよ。土方さんどこ行くんすかって言って。いやもう行く気じゃんもうだ。いやいやいや本当に、うん、あのじゃあじゃあ最初はあれだったんだよね、あの並んでるかどうかの確認に行こうって言ってたのね。僕の知ってるプロデューサーさんが美味しいラーメンを知ってるからって言って、あ行きたかったなって調べたら本当その場所から歩いて1分ぐらいだったんですよ、うん、だからちょっと一旦様子見ようと思って、うん、行けるかどうかのね、行けるかどうかじゃない、一旦そのせめて外側の様子だけでも。いや絶対もう来るじゃん。だってそこまで行ったらさ。ちゃんと財布も握りしめてもちろんね行きましたけど、そしたらもう、うん、もう彼がついてきて、うん、であの見たら、うん、まあ、だって人気店って聞いてたから、うんうん、絶対並んでると思ったんですよ。まあそうよな、並んでなくて。ああそれは入るよ。もういつの間にかって券売機にのボタン押してたんですよ。うんうん、そうでこのタイミングで確か賢章さんには LINE したんです、うん。そう。そう。来た。そう。来て俺 URL 見たんだけどさ、ちょっと俺あんま好みじゃないちゃんとそうか。そう。そういうことか。そう。それもあったし、まあ俺もついて間もなかったからまだ時間的にね。ちょっとここでまたラーメン行くともう俺本当に何やってるんだろうって思われそうだから大変でしたもんね。弾丸でしたもんね、うん、そう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 、いやでもビビなんかビビビじゃないや、青の身風呂はね、うん、もう本当男だらけだから楽しいよ ね、 ね楽しいですね、うん、なかなかこのねご時世こんだけの人たちと長きにわたってっていうのが、うん、僕はあんまなかったんで、うんうんうん、うん、もうすごい皆さんとご飯行くだけでもすごい楽しいし、うん、飲むのも楽しいし、うんうん、ずっと続いてほしいですよ ね、 ね、まあね、ちょっといよいよ始まりましたんで、そうですね、はい、これからも盛り上げていただけると嬉しいです、はい、お願いします、はい、そして、堀江くんが来た時にもお知らせしましたが、青の身風呂と杉薬局がコラボキャンペーンを実施中です、うん、杉薬局グループで税込み1000円ご購入ごとにオリジナルクリアファイルを1枚プレゼント、さらに税込み3000円分ご購入ごとの応募で、オリジナルアクリルジオラマや杉ポイント2000ポイントが当たります、うん、ということでありますけども、実物どう、あ、これがジオラマですか。そうそうそう、おすごいですね、後ろがちゃんと薬屋になってる、ね、薬になってて、で薬箱2号がね持ってたりとかして、うん、そうですよ、土方はもともとね、うん、薬売りですから、うん、そういうのもあってね、うんうんうん、杉薬局さんとのコラボは、これ僕もその今台本入れに使ってるんですよ、青の身風呂の沖田のねクリアファイルで、これ持ってった時にアジーが、うん、え、これ俺のないんすかとか言って言ってたからどうぞ。いいんですか、やったあのね僕の後輩がね、うん、あの杉薬局でいつも青の身風呂をチャレンジするんですけど、うん、土方さん出ねえってずっと言ってて、ああここでいただいちゃいました。よかったです、ありがとうございます、どうぞ使ってください、使わせていただきますね、はい、ということで、開催はですね11月24日の日曜日までとなっております。皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということで、テレビアニメ青の身風呂は、読売テレビ日本テレビ系全国ネットにて毎週土曜日、夕方5時30分より放送中です。皆さんぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。さてここで杉薬局からのお知らせです。先週もご案内した杉薬局青の身風呂キャンペーン、もう店頭などでご覧になりましたか。
アクリルジオラマや、スギポイント2000ポイントが当たるだけでなく、スマホの壁紙も無料ダウンロードできるとっても嬉しいキャンペーンです。皆さんぜひ参加してみてください。そして今回その青のミブロキャンペーンと連動してスギ公式 X でもキャンペーンを実施することになりました。今回はまず第1弾としてスギ薬局専用クオカードペイ1万円分が5名様に、さらに5000円分が20名様に当たる公式 X キャンペーンを開催します。しかもこのクオカードペイ、なんと青のミブロのオリジナルデザインとなっております。応募方法はとっても簡単。スギ薬局の公式 X をフォローしてキャンペーン投稿をリポストするだけ。応募締め切りは来月11月3日の日曜日まで。詳しくはこの番組の公式 X にもリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。以上、スギ薬局からのお知らせでした。お送りしてきましたスギ薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信もあります。毎週土曜17時に更新予定ですので、ぜひチェックお願いします。はい、ということで、はい、じゃああざかみくんからもお知らせなどあればお願いいたします。はい、まあ、あの青のミブロももちろん、はい、あのぜひ見てほしいアニメなんですけれども、うん、僕はあのこの秋アニメ主役もやらせていただく作品がございまして、あのカモノハシロンの禁断シーン、セカンドシーズン、セカンドシーズン、はい、こちらは毎週月曜日の、22時半から、放送されておりますので、はいはい、あのぜひあの、まあ、もうセカンドシーズンなのでね、うんうん、あのもしあのまだ見たことないよって方は、うん、各種配信サイトなどでシーズン1も、見ることができますので、うん、ぜひぜひそちらも楽しんでもらえたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、皆さんぜひ見てください。はい、はい、ということで今回の、ね、放送もお送りしてきましたけども、はい、全然話し足りないよ。そうですね、 あっちゅうますぎる。もうね、はい、ちょっとね、俺あのトイレのさ、はい、手洗いの話とか、手洗いの話あしたじゃん、トイレ行った後の手洗い。あー、その話します。いや俺ね、ちょっとねそれ聞いたのよ、はい、あ、聞いた聞いたのよ。あー、なるほど。そうそうそう、おーおー、その話ちょっと来週しましょう。、はい、やれるんだ、うん、あ、わかりました。はい、ということでそろそろお別れのお時間です。この時間のお相手は小野賢章とあざかみ洋平でした。せーの、ビビビ。杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。この番組はもっと近くに、ずっと頼りに、杉薬局の提供でお送りしました。